石垣の小石大石持ち相手御世は揺るがぬ松がえの色東京の下町墨田区向島にある三巡り神社にこんな花火が立つ作者は鼻喰の号を持つ日々大介百貨店三越の実質的な創業者として知られる人物だ 歌は日本初のデパートを成功させるべく日々が重視した経営理念を移す小石は末端で働く店員で大石は重役や管理職各自に役割があり責任を持ち合うことで健康な組織が出来上がる。 大小の石が巧みに組み合わされて城の尊厳を支える石垣を見てひらめいたという明治時代の逸話を収録した日々いわく石垣論は三越数千の商店員の教養上に及ぼす大精神これによって人材養成が行われた。 さて、話は現代の本件1月に破産した百貨店大沼の旧山形本店に再生の可能性が浮上した営業再開に意欲を示す東京のコンサルティング会社は元従業員の雇用も考えているという「崩れた石垣の再構築は容易ではあるまい」 従来の百貨店事業モデルが限界とされコロナ禍も重なる中であるそれでも先行きに望みを抱いてしまうのは老舗の看板の重さゆえだろうか